はい。は <laughs> いの声のトーンが小さすぎて今びっくりした自分で。え、c 1 8引続きやっていきたいと思います。鹿児島県との戦いですね。まあ、まだまだエンディングは残ってるっちゅうことで、前回、あの、JK たちと会って、えっ、ー、と、ホテルに帰って、ホテルに風呂に入ったらなんか、鏡に文字がみたいなくだりがあったと思うんですけど、あっこでもまたもう一個エンディングが見れるっぽいので、 どうにかしてあそこまでもっかい頑張って行ってきます。飛んできます。はい。幽霊ホテルミニゲームですね。えー、っと、このミニゲームを失敗するということですね。放置です。あ <laughs> 28秒もあんのかよ。早くしろよ。あなげえな。絶対拭いてやらねえからな。拭かなかったら露骨に拭かなくても何も起きたりとかしないのかな。 この画面で霊障とか起きたら俺泣いちゃうよ <laughs> なんなんだよこのミニゲーム <laughs> こんなミニゲーム作る暇があったら <laughs> シナリオ作れシナリオ <laughs> このやろはいゼロ失敗ですねダメだ消しても消しても後から曇ってくる消してねえよお湯は引いたはずなのに一体どうなっているんだ 憎らしい鏡め。こんな鏡を気にしても仕方ない。さっさと体を拭いて浴衣に着替えよう。ひええ。結局出るんかい。しかもなんかこっちの方が怒ってそう。一発目からこんなんごめんねあ。終わった。なんなんだよ。<laughs> 前回のにつけ足しとけばよかった。もう出来上がってんだよ。前回の動画。<laughs> えーなんだ。で、結局、神田さんは、 おそらく行方不明なりなんなり死亡なりなんなりなってるってことだよね行方不明かでまた状態回復してでまたあのホテルにうんあのー、うんぬんっていうところでまたエンディングがあるんでちょっとそこまでまた飛びたいと思いますまた,また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 うるせえなはいえー、っとここで風呂に入ろうが今までの選択肢だったと思うんだけど風呂に入らずに寝ます汗で体中ベタついているがもう今日は寝てしまおう あの猛暑の中、市街を歩き回ったんだ。飲んで気持ちよくなったら、すっかり眠くなった。俺はワイシャツを脱ぎ、ズボンを緩めると、そのまま眠ることにした。名簿をつけたままだが、予約設定したはずだし、布団なんかかけなくたって、風邪をひくこともなかろう。私は眠いのだ。<laughs> 眠いのだ。いえ忘れてた。幽霊ホテルだったのこれ。ん、誰だ、こんな時間に。 私は眠い目をこすりながら時計を見た夜中の2時何事だいったいがドアを叩いているんだこんな時間に何かがあったのか放っておこう仕方ない開けに行こう何今の選択肢の出方めっちゃ怖かったんやけどえ押してない押してない俺押してないよあーうるさいいったいだだどうやら放えておいてはくれそうにないな俺今勝手に選ばれためっちゃ怖かったえっこれ時間制限あんのあ時間制限あるって書いてあるわ あ、時間席あるんだ。私はもう頭をかき、ズボンを脱ぐという方に着替えた。はいはい、何度も叩かなくても出ますよ、まったく。こんな夜中に人が来るなんて危険かもしれない。私は覗き穴から外を確認して何でだよ。しかし真っ暗でよく見えない。時間が時間だ。節電しているんだろう。念のためにチェーンをかける。そして少しだけドアを開く。 忘れてたはこのゲーム、ホラーゲームだったな。一応。なんだこんな夜中に応答はない。あ誰もいないようだ。私はチェーンを外し、ドアを大きく開いた。うーわーそして改めて廊下の両側をしっかりと覗き込む。廊下もまた電気は消えていた。廊下の奥はあんぐりと闇が口を開いており見えない。 こんなんありえないけどね、ホテルで病院じゃあるまいし。しかし、人の気配はない。誰もいない。いたずらかよ。しかし、いたずらにしては立ちが悪い。え、ドアはし、鍵開けたままにしておく。えっ、ー、とこれは、これはこれ、時間制限あんのかな鍵をしっかりとかける。え、どうしようえ、ドア開けたままにしておこう。<laughs> <laughs> 何でかわかんないけど、またイタズラされるのはごめんだ。しばらくこのままドアを開けておこう。イエーイまたか一体誰があドアを開けたままだ。私はドアを閉めていない。ならば誰かがドアを開け放たれたドアを叩いていることになる。どうして開いたドアを叩く必要があるのだ私は寒気を覚えた。ようやく何がドアを叩いているのだいつの間にか全身に汗をかいていた。 わずか数秒の出来事がとても長く感じられるドヒャー部屋揺れてませんまただまた誰かがドアを叩いている私はゆっくりと後ろを振り返った誰もいない逃げ足の速いやつだ私は無理にでもそう思い込もうとしたがその考えはすぐに否定されためっちゃ怒ってるめっちゃ怒ってるまあでも まあね、怒られそうな人ではあるからな。<laughs> 人間的に仕方ないみたいなところあるから。誰もいない、誰もいないのに開け放たれたドアが一人でになっている。誰もいないのに誰かがドアを叩いているのだ。しかも開いているドアをだ。私は何かに疲れたようにゆっくりとドアに近づいた。確かめたくない、でも確かめなければならない。私は開いたドアのノブに手をかけたとき、そこに見てはならないものを見た。ででーん ひょえー、壁とドアのわずかな隙間に女が立っているのだ。隙間女。恨みそうな目で、その隙間に佇む女は私を見ている。そしてゆっくりとドアが開いた。わーはーはーしっかりと人間。ああ、刑事さん。それでこの男はこの廊下で倒れて死んでいたのかね前の前でお騒がせします。 はい、朝方は別のお客様が気づかれましてでこの仏さんはこのホテルの宿泊客ではないと宿泊客ではない散々だなはいどうしてうちのホテルの浴衣を着ているのかわからないんです実はこの方昨日の午後3時ごろホテル内で見かけたことは見かけたんですが変だったんですまたこのお家か突然誰もいないフロントに一人で変なことを怒鳴り始めたんです気づいて私が大対に出たんですが私など眼中にないようで ある一点を見つめてわけのわからないことを怒鳴り散らしたんですそしてその後出て行かれまして私怖くて何も言えませんでしたでも事件があって調べてみたらチェックインされた方に該当される方はいらっしゃいませんし何が何だかわからなくて怖いだろうな彼の持ち物らしい荷物も何一つ見つかっていないとええー、荷物どころかこの方の着ているものも一切見つからないんです 403号室と404号室の間で死んでいたと。死因は心臓発作、身元は不明。こっちも何が何だかわからんよ。仏さんの周りに落ちている口紅も心当たりはないんだね。はい。この方のものではないと思いますが。そりゃそうだ。しかし唯一の手がかりが死体の周りにばらまかれたたくさんの口紅。お手上げだな、こりゃ。ところで、 4 0 4号室と4 0 3号室と4 0 5号室の真ん中の壁あたりになんかシミのようなものがあるんだが、ここには何かあるのかい <laughs> 人影だもんね、ほぼね。いえ、ただの壁しかありませんが。見取り図を拝見させてもらっても壁しかないのはわかるんだが。刑事の長年の勘ってやつかねこのシミが妙に気になるんだが、どうも女に見えるんだよ、このシミ。刑事のの関係なくない <laughs> 刑事に失礼でしょ。ぼやー いや、ちゃんとホラーだよな、このシナリオ。これで終わりあ、JK の話、あ、挟まらなかった。<laughs> 経計力で75を獲得しました。これで終わりたいところなんだけど、まだあと1、2、3、4、5個、5個もあるんだよな。えっとね、1個ね、今のエンディングのタイミングで、あの、うん、今のくだりの選択肢次第で、 えっと5つ目のエンディング上から5つ目の右端のつ5つ目のエンディングを見ることができるんですけどなんとね長崎を解放してないと長崎のシナリオを一度見てないとなんかうーんこの5個目のエンディングが回収できないらしいんだよねどうしようかな先に長崎行ってもいいんだけど長崎でその1回解放してからもう1回ここに戻ってくる なんか幽霊ホテルをこのまま放置するそのエンディング以外を全部見てからえー、っと長崎行ってもう一回鹿児島に戻ってくるっていうのもいいんだけどまあもうだいぶ鹿児島こすってるからね一旦長崎行こうか長崎まだ条件満たしてないよね多分ねそうだよねじゃあちょっと長崎入れるようにしていきます一旦はいこれで入れると思うんで行きましょうか うん。親愛でいいのかな、これは。信愛信愛ではないよね。信愛だよね、きっと。信愛。ああなたは僕の名前、誰だ、お前。<laughs> てっきりやつかと思ったじゃねえか。 島田二郎と言います。江ノ町の小さな花屋の営業部長です。と言っても、親父とおふくろと僕の3人だけですけどね。だから、部長でも一番の下っ端。<laughs> 最近は花屋も大型チェーンが流行りで、経営状態は苦しいんです。花屋は大変って言うね。僕は今年で28歳。見えねえな。彼女いない歴も28年です。俺より年下かよ。はは、別に女性に興味がないわけじゃありません。どちらかといえば好きです。でも、女性が僕に興味ないんです。面白いウケる こればかりはどうしようもない。ははあ。なのに、お袋が最近うるさいんです。そろそろ結婚してほしい。若い元気なケ多ハき手が欲しい。結婚したいのはこっちだっつうのな。はは。てめえに言われなくても。こっちがしてえうち、人を雇える経済状,状態じゃないですから。早い話。僕の嫁さんだったらただでこき使えるということでしょう。ははあ。え、ひどい話だな、それ。そんな親、絶縁、絶縁しようぜ。それじゃあ、ここに置いときますから。フリーのもらって帰ります。ここはどこなの あ、この人、この人が必要なんですよ。天城茜さん。二郎さん、いつもご苦労様待ってて、今、冷たいコーヒー持ってくるわ。あ、ああ、お構いなく、どうぞお構いなく。はあ、綺麗な人だ、茜さん。僕は近くの喫茶店、アカシアで月に1回、観葉植物の取り替えサービスを行っています。そこで働いている天城茜さん。 おしとやかで笑顔が爽やかでおまけに声まで優しさに満ちていて天使の歌声を聞いているみたい。ちゃんと恋愛してますね君だから僕は月に一度この喫茶店に仕事をしに来るのが一番の楽しみなんです。でもとても客としては来れません。行きなよ。お客さんとして行ってあげた方が喜ばれるでしょう。だって僕なんかに好かれていることが分かったら茜さんに迷惑なもの。みんなの笑いものにされてしまうもの。そういう心からまずさ。直していかなきゃいけないよ君島田君。くん。 だから僕は影から見ているだけでいい。それだけで幸せなんです。ガンガンアプローチしていこうぜ。ミルクとシロップたっぷり入れておいたから、どうぞ。ああ、すいません。ブラックでいけ。男は黙ってブラックよ。あかねさんがいてくれたアイスコーヒー、ひと事ごをえてこれを飲むときが最高の幸せです。可愛く見えてきたな、こいつが。できる限りゆっくり飲みたいけれど、僕はいつも一気に飲んでしまう。 あまり長居すると悪いし、恥ずかしいし。はい、あ、何笑っとんねん。ね、次郎さん、休みの日って、いつも何しているの。え、いや、特に、えー、特に何も。次郎さん、映画とか見る。え、映画?。時々ビデオで見ます。あのね、マスターに映画の招待券二枚もらったの。そんな。 そんなゲームみたいな話。私、一緒に行く人いなくてよかったら、こんな休みに付き合ってもらえたら嬉しいんだけどフィクションすぎる。どうする、島田ダ郎それは夢のような一言でした。僕には一瞬何が起きているのか、わからないほどでした。こんなことってあるでしょうか女性とデート、したこともない僕に高タの花のアカネサンガをかけてくれるなんて、バックナンバー流そうか ご一緒ささせてくださいごめんなさい、僕ちょっと。えー、っと、ご一緒させなんでだよ。そんな気がしたわ。今の多分表示の出方は制限時間があるんだな。えー、っと、二郎さん、これ。ああの、じゃあ、今度の日曜日、10時にエー駅の前で待ち合わせね。待ってる。ごめんな。 俺が選んであげれなかったは信じられません。僕が答えないでいると、アカさんは僕の前に映画のチケットを置いてまた仕事に戻ってしまいました。これは現実なのでしょうか現実ならどうかどうかこのチケットが消えてしまいませんように。頑張りしろ。俺は乗りかかった船だ。全力で応援するぞ。ごめんなさい。恋愛映画嫌だったでしょうまい。 こいつに人権なんてないんで大丈夫です。あがねさん、大丈夫です。なんでも OK です。と、とんでもないです。実に面白かったです。本当火、使ってないおんとです。本当に面白かったです。僕、感動しました。次 <laughs> 郎さんって本当に優しい人ね。なに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 どうしたどんな顔だ僕は一体どう反応すればいいんでしょうかえ、<laughs> どういうことなに <laughs> そんなことも考えなきゃいけないの 僕は女性とこんなに長い時間を過ごしたのは生まれて初めてですし、私的な会話を交わすのも初めてです。特に優しいだなんて、お世辞でも嬉しいです。生きるの大変そうだな、君は。あらららら、どうしたの、二郎さん、泣いてるの独特な泣き顔だな。ああ、僕は、僕はダメな男です。今日はありがとうございました。ああ、次郎さん、なんでだよ。女性を一人で置いて帰るとか。 一番やっちゃダメだぞ。それこそフィクションでしか許されないぞ。僕は逃げ出しました。とてもそのままにい続ける勇気はありませんでした。あかさんは怒ったでしょう。僕は大変なことをしてしまいました。たった一つの幸せだったアカシアの観葉植物交換ももういけません。いや行け、それはいけ、仕事だろ。でも悪いのは僕です。僕は。あかねさんに謝ろう。謝まろう、ここは。 ささんんにに謝謝るるべべきあ、やっぱりさんに謝るべきです。僕は翌日、初めてアカシアに客として訪れました。あかねさんは一瞬戸惑った顔をしたものの、すぐにいつもの笑顔で僕の席に水を運んできました。いらっしゃい。そういえば、ジロ君、お客さんとして来るの初めてだね。ごめんなさい。昨日はごめんなさい。僕は卑怯です。僕は卑怯でした。<laughs> わざわざ謝りに来てくれたの本当に悪いと思ってるはいじゃあ今度お詫びにご飯をおごってくれる今度は逃げないでそうしたら許してあげるあかねさん超いい人じゃんえ<っ>なんだこれは電車男か僕はまだ長い夢を見ているのかもしれませんあかねさんがこともあろうか僕をまた誘っているのです僕はただうなずきました これが夢なのか現実なのかそれはもうどうでもいいことかもしれませんそしてそれからあかねさんと何度か一緒に出かける日々が始まりました周りから見ればカップルに見えたかもしれませんでも僕が彼氏に見られることでみなからみなみなからあかねさんが嘲笑わられるのはかわいそうです 僕はもうアカさんと会わないほうがいい。何度もそう思いました。でもアカさんに会いたい。その気持ちを抑えることもできません。僕の悩みは大きく膨らんでいきました。次郎君、もしかして私と会うのつまらないえど、どうするですかそんなことありません。絶対にありません。そう。 でも、二郎くん、いつも寂しそうな顔してため息とかつくから、ひょっとして私と会うのが迷惑かなって、お前デート中にそんなことしてんのか何様だこの野郎。迷惑、迷惑なんてとんでもない、とんでもないです、茜さん。じゃあ、どうして寂しそうなのい、いえ、茜さんが僕なんかと一緒にいるのをきっと他人は笑っています。もし僕たちがカップルだなんて、あ,あの、あくまで家庭の話です。 家庭の話ですけれどそんなふうに思われたらアカネさんが可哀想ですからすいません本当にすいませんこれはアカネさんに失礼だよビンタしてやれアカネさん僕は正直に言いました正直に言うこと以外僕には言葉が思いつかなかったのですみんな笑わないよそれより次郎君はどうなの私とカップルだと思われるのいやもし私が次郎君の彼女にして欲しかったらどう 冗談はやめてください。悪い冗談を言われても僕は困ります。困りますから。あのね、冗談じゃないよ。私、次郎くんが優しいこと知ってるよ。真面目で正直で頑張り屋だってことも知ってるよ。私そんな次郎くんが好きだよ。本当はね、女の子からこういうこと言うの恥ずかしいんだよ。次郎くん、もっと自信持ちなよ。そして私を彼女にしてください。えぇ、ー いいんですかこんな男で <laughs> 泣き顔が独特なのよ夢ですこれは悪夢です何が悪夢だ失礼だろ今まで生きてきてこんな幸せな瞬間は初めてですだからこれが全て冗談だったら僕はどうすればいいんでしょう <laughs> まあね掛け事にされてる可能性はあるからね二郎君また泣いちゃった涙拭いて職場だぞ何でもいいけどここ彼女の迷惑かけんなよ そう言ってあかねさんはピークのハンカチで僕の顔を抜いてくれましたその日から僕のバラ色の夢が始まりましたあかねさんのピンク色のハンカチは僕の宝物になりました正直僕があかねさんと付き合っていることは誰もが驚きましたあれほど早く結婚しろと言ってたおふくろまでもが喜ぶよりもえ驚いていましたからまあね この詐欺に騙されてんじゃねえかとか思うだろうな、親族は。でもバラにはトゲがあります。バラ色の夢にはトゲはあったのです。ほら。一体、それは。んどこっこ。あ、花屋か。自分の花屋か。あ、赤江さんですか。どうしたんですか。え、病気になったからもう会えない それは大変じゃないですすすかぼ僕今すぐお祝いいに行きますよえ来ないでほしいそんなあかねさんどうしちゃったんですかあかねさん電話はそれっきりで切れてしまいました。何度かけ直しても連絡はつきません。僕は心配になってあかねさんのお母さんに連絡をしてみました。すると驚くべきことがわかったのです。あかねさんはなんと顔の皮膚が溶ける病気にかかってしまったというのです。本当か親子ぐるみで詐欺か 僕はその言葉を聞いて愕然としました。どうしてこんなひどいことが起きるのでしょうか？夢であってほしい。茜さんの顔が元に戻るなら、僕はどんなことでもします。だからだから全て夢であってほしい。僕は祈りました。毎日毎日祈りました。茜さんはそれ以来僕に会ってくれなくなりました。僕がどんなに電話をしても、あかねさんのお母さんに断られてしまいました。 そんなある日、両親が町内会の旅行で留守にしているときのことでした僕がそろそろ寝ようかと思っていたとき、突然ベルが鳴りました。高い便もこんな時間に来るはずもないし、来客の予定もありません。不審に思いながらも僕はドアを開けました。 あ,あえこ、え、わなんか昔なこういう感じのかよサスペンス劇場があったんだよな僕は一瞬ですべてを悟りましたあかねさんですあかねさんが会いに来てくれたのです僕は嬉しくて涙が止まりませんでした目つきがすごいけどねさあ中に中に入ってください 茜さんはするりと滑るように入っていきましたああの応接間今片付けますからあなたの部屋にぼ僕の部屋ですか片付いてないですけれどどうぞ。 さんが僕の家に来たのも初めてです。それがいきなり僕の部屋に入りたいなんて。それでもあの日以来、初めてあかねさんが僕に会ってくれたのです。僕はあかねさんの言う通りにしました。部屋に入りあかねさんにそっと椅子を差し出しました。しかしあかねさんは立ったままぼーっとしています私の顔、もう元に戻らないんですって。 僕は何と答えていいか分からず黙ってうつむいていましたなんか気の利いたこと言え僕が守るよって言えこんな私じゃもう付き合ってくれないよねそんなことありませんあ制限時間そんなことありませんそんなことありませんよそんなことありません僕はあかねさんが好きです心配しないでください嬉しいでも私の顔を見てもそう言える もちろんです。一しかなかった。茜さんは僕が答えるとするすると顔の包帯を取り始めました。あ、いかついのかな。ちゃんと見てくれる。僕は強くうなずき少しずつ解かれていく包帯を見つめました。 包帯なんかドキドキ包帯がすべてほどけあかねさんの顔が僕の眼前に現れましたいかついなああイケメンだねこんなになってしまったのもう元に戻らないのこんな私と一緒にいたくはないでしょ えずっと一緒にいましょうなんなな,なさ、流行ってんの最近この時間制限のある選択肢じゃあ私と結婚してくれる私と結婚できるおおもちろん <laughs> 突然茜あかねさんは抱きついてくると僕の胸に頬を埋めました僕はそんなあかねさんを抱きしめましたもう離さない僕はあかねさんが大好きですありがとう。 やっぱり私の目に狂いはなかった島田さんごめんなさい本当にごめんなさいさようならなんでえ Why? そうつげるとアカさんは僕の手をすり抜け去っていってしまいました待ってくださいアカさん待って 急いで後を追ったのですがアカさんの姿はもう消えていましたなんだなんだなんだアカさんなんかすげえ着信音なんだよなはい島田ですあ、カネさんのお母さん僕ですジ郎です実は今仕方えもしかしてえそ,そんなバカな 茜さんが自殺そんなそんなでも今えかわいそう島田次郎がかわいそうそれはあかねさんからのお母さんあかねさんのお母さんからの電話でしたこんなこんなバカなことってあるでしょうかそれじゃあ今会いに来たのはあかねさんの幽霊彼女は僕に最後のお別れを言いに来たのでしょうか でもだったらどうせて自殺する前に、生きているうちに僕に会いに来てくれなかったのでしょうか僕は茜さんがどうなろうともずっと一緒にいるつもりだったのに。え、これどど、ど、ど、どうなんのえ、ってことはあれ、なんか、嫌だとか言ってたらどうなってたんだろう絶対殺されてるよね茜さんのお葬式は密葬でした。死んでからも誰にも変わり果てた顔を見せたくなかったそうです。 茜さんは家の中でいつ,もいつまでも変わりなくにこやかに微笑んでいましたそして僕には彼女が涙を拭いてくれたピンク色のハンカチがたった一つの宝物として残りましたえー、すげえ切ない話え島田二郎幸せになるエンディングないんすか彼の人生俺は応援したいよ これでまあ、茜さんは解放されたわけだけれども、長崎県の今のルートに、あ、なんだ、親愛え親愛って何今回この、じゃあ、親愛読んで終わるか。あ、でも、し、ア天城茜が死亡、島田二郎。え、こう、行くよ、これえ何、親愛って。島田二郎、幸せになるすごいのよ。 このサムネというかなんていうか「親愛長崎県」もうちょっとなんか明るい音楽ないのタイトル的にはいい話そうなのにどれだ私の名前は相良みえ小さな町の小さな会社で事務をしている私は今まで男性に声をかけられたことがない男子は私を見ても恋愛の対象とはせず子どもの頃から避けていたでも私は物心ついた頃からいつも恋愛をしている 好きになった人を見つけると、私はいつもその人と楽しい日々を過ごすことを空想して楽しんでいる。そう、すべては空想の世界での恋愛だ。それでも私は満足している。もうそう言うてもいるだろうよ。彼は私を裏切らないし、私の対応に彼はとても満足してくれる。もちろん邪魔も入らない。だから空想上の恋愛はとても楽しいし、私のすべてでもある。心の中で結ばれていく恋愛のために、私は生きていると言っても過言ではない。 恋愛の対象は私の好みで選ばれる。選ばれる男性は決して美男子ではなく私に釣り合いそうな人を選ぶ。これでも私は現実を理解しているつもりだ。だから私に不釣り合いな美男子やテレビで活躍するタレントたちとの恋愛は空想しない。ごく身近にいる私と釣り合いが取れそうな男性を選ぶ。<laughs> それも失礼だけどね。その方がたて空想上の恋愛といえどもより現実に近い世界を私に見せてくれるのだ。 今、私の彼氏は島田次郎という花屋の息子で今年28歳になった。無口で女性と話すこともできず、いつも花の手入れに精を出している寡黙な人だ。私はふとその花屋に入ったことで彼と知り合った。誰も私を女性として扱うようなことはしない。しかし、私が一輪のバラを買ったとき、彼は恥ずかしそうに伏し目がちで私に対応した。お金を渡そうとして手が触れ合ったら、慌てて手を引っ込め何度も私に頭を下げた。そんな純情な彼がいっぺんで好きになった。 それから私は毎日一輪のバラを買いに通った。それから、えー、私と島田さんの恋愛は始まった。これはど,どこまでが本当なんだ彼はいつも私に優しくしてくれる。私も彼のためにお弁当を作り、二人で一日中何をするでもなく公園のベンチに座っている。この前はついに彼に手を握られてしまった。私は一瞬ドキッとしたが彼の手を拒まなかった。 私の唇が奪われるのも時間の問題だろう。これは確実に妄想だな。しかし邪魔者が現れた。えまさかお前か天城茜というメス犬だ。島田さんは毎月一度、アカシアという喫茶店に観葉植物を交換しに行く。そのメス犬はアカシアで働いているウェイトレスで言葉巧みに島田さんを誘惑し始めたのだ。私とは似ても似つかない美しい顔を持つ女のくせに、どうしてわざわざ島田さんを勧誘するのだろう 自分ととと釣り合うもっと見切れな男は5万といるだろうに。ましているのだ。メス犬は島田さんを罠にはめようとしているのだ。しかし、純情な彼は悪魔のようなメス犬の言葉に惑わされ、ついに密会を始めるようになってしまった。メス犬。私という女性がいながら、彼は私を裏切ったのだ。こんなことは今までの恋愛経験で初めてだった。私は彼を心の底から愛しているのに、彼は他の女と楽しそうに密会を重ねていく。耐えられない。このままでは私の心は押しつぶされてしまう。 メス犬だ。悪いのはあのメス犬なのだ。あのメス犬さえいなければ、島田さんは私の元にまた戻ってきてくれる。彼は優しい人なのだ。彼は騙されているだけなのだ。私しか彼を救える人間はいない。やーべえのがいるな。<laughs> やべえのおるな、四十八にも。どうにかして彼からあのメス犬を引き離し、制裁を加えてやらなければ。え、なんだ、硫酸かなんかかけられたのか、もしかして。病気じゃなくて。だったらでも治るよね。 私はメス犬の働いている喫茶店に足を運んだ、メス犬の髪の毛を手に入れるためだ。私はメス犬の髪の毛をうまいこと手に入れると、その髪の毛をわら人形の中に入れ、毎夜夜呪うことにしたのだ。あっ、夜ごとか、夜ごと呪うことにしたのだ。わら人形に五寸釘を打ち込むために、あの女の美しい顔が脳裏に浮かぶ。私はその女の顔がぐちゃぐちゃになり、二目と見れない顔になることを想像しながら、わら人形の顔に必要に五寸釘を打ち込んだのだった。 許せねえなこいつこれだけではない他にも私は呪いや事実に関する本を片っ端から調べ上げたある時はロ牢で人形を作りメス犬の髪の毛を入れその牢人形の中牢人形の体中に虫ピンを刺し火にくべて燃やしたうんこわまたある時はかし隠し撮りしたメス犬の写真を包丁でめった刺しにしたこんなことをしてもただの気休めにしかならないと思うだろうだが神様はいた 私の願いは通じたのだ私はメス犬の変化を見るために足しげくアカシアに通った毎週通ううちに向こうは勝手に私の顔を覚えたのか親しげに話しかけてくるようになった最近よくいいらっしゃいますねええまあ あのこのクッキーなんですけど、今度、うちの店の新メニューとして出すつもりなんです。よかったら試食してもらえませんかまるでスターバックスとかのような店員の対応。素晴らしいですね。はあ。メスイナは私ににこやかに笑いかけながら、クッキーが入った皿をテーブルに置いた。慣れ慣れしくて嫌になる。でも残念ながらな。やっぱ美人の方がね、性格いい人多いのよ。<laughs> これ本当に残念な心理なんだけど。 きっとこの女は生まれてこの方、人から拒絶されたことなどないのだろうその天使のような美しい笑顔で語りかければ大抵の人間は悪い気にはならないはずだ私のようにその場に存在しているだけで剣王の目で見られることもなかったのだろうこの女はその美貌を武器に今まで何の不自由もなく生きてきたに違いないのだだからこそこの女が島田さんに近づくのが許せない私の心のよりどころは彼しかないのだだだいぶ胸くそ悪い話だな どうぞ召し上がってみてくださいメス犬は相変わらず笑顔で私に語りかけてくる目障りだ早く消えてほしいしょうがなく私は目の前に置かれたクッキーを食べたおいしいそのクッキーは確かに美味しかった私は普段から能面のように顔に感情が出ることがなくその表情はおいしいと思っているとは言いにくかったかもしれないがメス犬は満足したようだったメス犬っていうな。 <laughs> よかったご協力ありがとうございましたそれじゃあどうぞごゆっくりメスイヌは上機嫌で仕事に戻っていった私に呪われているとも知らないでバカな女早くその笑顔を苦痛に歪む顔に変えてやりたいそれから数日後メスイヌはアカシアに来なくなった。 何でも原因不明の奇病にかかったとのことで顔の皮膚が溶けてしまったらしい。アカシアの常連客たちは口々にあんな綺麗な人がと噂していた。私は笑いが止まらなかった。毎日欠かさずしていた呪いの儀式がこうそうしたのだ。私は勝利の美酒に酔いしれた。いやー、どうにかこういう人が幸せにならないでいてほしいわ。しかし、数日後、私の体に妙な変化が訪れた。顔がかゆくてたまらないのだ。 鏡で確認してみても別段な常はないように見える。こういう人間にねハッピーエンドを与えちゃだめなのよ。しかしかゆさは増すばかり。まるで顔の皮膚の中を何かがはいずに回っているようだ。かゆくてたまらない。かゆい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 いい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 わかったわかったわかった。 お前が痒いのはよく分かったから。私は顔面をかきむしった。血が滴り、皮膚がそげ落ちても、かきむしるのを止めることができなかった。あららららら、痛い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 。あ、痛い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 。やがて、わ私の顔の皮膚がすべてそげ落ちると、痒みはピタリと止まった。そして、私の目の前には、目の前、目前には。 顔の皮膚がそげ落ちたより一層醜にくい顔が現れたのだったもうここまでやれとは言ってないけどねああ<ー>。私はおのれのと肉で汚れた両手で手を顔を覆いながらもさめざめと泣いたいったいはどうしてしまったのだろうまさかかけた呪いが私にまで及んだク魔マの類は自身も危険が及ぶとはよく聞くそれがまさかこんな形で帰ってくるなんて神様は私になぜこうも意地悪ばかりするのだろうそういう性格だからじゃないですかね 物心ついた頃から周囲に疎まれ孤立していた私かたや一方は生まれたときから私が心の奥底で望んでいるすべてのものを持っていたのだ。そしてやつは、空っぽの私が唯一大事にしているものまで奪っていった、それを取り返そうとすることがそんなにいけないことなんだろうか、そもそもお前のもんじゃねえよ。それにしても、天城茜なんずにうつつを抜かす島田さんも悪い、彼は外見だけでなく、ちゃんとその人の心を見てくれる人だと思っていたのに、その人の心を見たから彼女になびいたんだよ。 外見のののの綺麗ささに惑わされるなんて所詮彼もその程度の男だったのかでももうどうでもいい。今はただすべてが憎い。島田次郎はいい人だよ。でもね、ちゃんとああいう人はね、幸せになるようにできてるよ。私は島田さんの家に行く決意をした。ポケットに果物ナイフを忍ばせて、もう大変だな。私はこのやり場のない虚さを誰かに向けたかったのだ。 そして私は島田さんの両親が町内会の旅行で留守にしている日を確認し彼の家に向かったえあれお前だったってこと <noise> 夜中ベルを鳴らすと予想通り島田さんが現れたあでも服の色が違うなさあ中に中に入ってください彼は包帯に分かれた私の顔を見るとすぐに中に招き入れてくれた 彼は私を天城茜だと思っている。でも服が違う、服が違う。なら都合がいい。私は天城茜になりすまし、彼を試すことにした。ポケットの中身を使うのはその中その後でもいいだろう。あ、あの、応接間、今片付けますから。あなたの部屋に。ぼ、僕の部屋ですか片付いてないですけれど、どうぞ。 私は彼の部屋を見たかった。緊張でこわばり、今まで一度も話などできたことがないのに、覚悟を決めればこんなに簡単に言葉が口をついて出る。今さらなのに、私は島田さんの部屋に入り、何をしていいかわからず、戸惑っている彼に言葉をかけた私の顔、もう元に戻らないんですって。黙っている彼に私はさらに言葉を続けた。こんな私じゃ、もう付き合ってくれないよね。 そんなことありません。僕はアカさんが好きです。心配しないでください。私は彼がどこにでもいる普通の男のように、醜くなった女を避けるような言葉を口にするとばかり思っていた。でも、この,この顔を見れば。嬉しい。でも、私の顔を見ても、そう言えるもちろんです。なんていうことか。私が選んだ人は。 本当に心の優しい人なのかでもあん天城あかだと思ってますよ私は包帯を取った私の醜い素顔を見せその時の彼の言葉を聞きたくなったその答えによってはでもこれどっちちゃんと見てくれる彼は力強くうなずいた私の顔を直視するつもりでいる 私は涙がこぼれそうになった。そして包帯の取れた顔を彼の前に突きつけた。えでも天城茜ねんのふりをしたせいでもう天樹の会えないんだよね。<laughs> いかちい顔だぜ。こんなになってしまったの。もう元に戻らないの。こんな私と一緒にいたくはないでしょ。ずっと一緒にいましょう。じゃあ私と結婚してくれる私と結婚できる もちろんですやるぜ、島田次郎。彼は私の顔を直視して、引っ張りと、そして力強く答えた。私は体に電気が流れたように動けなかった。上辺だけ見ていたのは自分の方だった。島田さんの愛は本物だ。そしてその愛を一身に受ける天城茜がうらやましくて仕方なかった。私の脳裏に、ふとアカシアでの天城茜の良い顔が横,横行った。 ありがとう。やっぱり私の目に狂いはなかった。島田さん、ごめんなさい。本当にごめんなさい。さようなら。えっじゃこので、このタイミングで、アさん、本物の茜さんは自殺してたってことだよね。私は抱きしめる島田さんの手を振り払い、急いでその場を逃げ出した。待ってください、茜さん。待って。私は泣いていた。醜く,くなろうとも、人並みに涙は流れ出す。 私は卑しい私の涙を最愛の人に見られたくなかった。島田さんは私の期待をはるかに超える真実の愛を持って答えてくれた。でも、それは卑しい私への愛ではない。天城茜の親愛なのだ。だから私は彼女と会わなければならない。彼女はショックであれ以来、誰とも会わなくなったという。私は彼女に会って真実を伝えるのだ。そして、どんな顔になろうとも、あの人は私を、あなたを死ぬまで、うん、あの人はあなたを死ぬまで愛すだろうと告げるのだ。 それが今の私にできる島田さんへのせめてもの罪滅ぼし私は島田さんを殺すつもりでいたでも島田さんの心を知った今は取るべき道は一つなのだたとえ私が天城茜に殺されようと彼女は島田さんの親愛を知る必要がある赤いなああ救急車のランプか私が彼女の自宅に行った時外には救急車が止まっていた そして、野じ馬の会話で彼女が自殺した事実を知った一足遅かった。私はふらふらと自分のマンションへ戻ると、そのまま自室には戻らず、屋上へと足を運んだ。ふと脳裏にもし、私が島田さんと同じ町に住んでいなかったら、こんな悲劇は起きなかったのではないだろうか。そんな考えがよぎったが、今となってはすべてが後の祭りだった。私はマンションの屋上から、虚上へと身を投げた。 さようなら私の愛した人とロっとろやな気がついた時私が見たのは不機質な白い天井だった私は一命を取り留め病院に搬送されていた今日も私はただ白い天井を見ているその白い天井に醜い顔が現れるその顔はいつも口元を緩めうすら笑いを浮かべている どうやら私には天城茜の亡霊がついているようだ。私は許されない。だからこそ生き続けるのだ。ああ、えー、ちょっと面白かったな、今回。えー、ええー、いお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 ゃおい <laughs> ちゃおい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 お なえっと、島田次郎ルートちょっとやってで鹿児島に戻ろうか <laughs> めちゃくちゃ面白かった。